あれ？このお部屋は？このお皿は500年以上前、おそらくは星の民の占領時代の品ですね。ほら、ここ。この裏面の衣装は星の民の思考が反映されているものですし。ふむふむふむ。なるほどですね。こっちの首飾りは、使われている宝石は残念ながら偽物みたいです。でも細工は見事ですね。メネア様式を基調としながら独自のデザインも取り入れてる。もしかするとこれは名のある職人が見習い時代に作ったものかもしれません。ほうほうほう、そうすると誰の作品かわかれば結構な値がつきそうですね。ですね。これは後でもう一度詳しく調べてみましょうか。と、おや？団長さんたちじゃないですか。どうなさいました？お屋敷の中を探検してたらこのお部屋を見つけて。なんか忙しそうだな。なあ、オイラたちもなんか手伝うか？あらあら、いいんですか？それでしたら、お願いしたいことが。はい、なんでしょう。ではですね、倉庫から持ってきてほしいものがありまして。やれやれ、倉庫は倉庫でもどんな倉庫のことを言ってたんだ？この島は倉庫になってる建物がたくさんありますよね。とりあえず近いとこから探してくか。なあ、ここなんてどうだ？ギュッギュッ。なんだこれ、鍵かかってるみてえだな。ってことはここじゃねえってことか。よっしゃ、次探そうぜ。ルリア？おい、どうした？あれ？この扉、開くみたいですよ。なんだって？オイラの力の入れ方が悪かったのかな。まあいいや、開いてるならとりあえず中に入ってみようぜ。